ブルーノだったか。カッ三角獣傭兵団を旗揚げした時の仲間さ。怪力でトラビスはなんで団を抜けたんだ。姉貴が突然団を解散しやがったのさ。お荷物が多くて身入りが少ないってな。お荷物？中でも特に足手まといが俺だとさ。それで頭に血が昇って飛び出しちまった。結局ブルーノが団を引き継いだみたいだけどな。お姉さんとトラビスが抜けてブルーノと部下が残されたわけか。だがゼノイラ軍で指揮官になるとかそんな気質の男じゃなかった。人に利用されるのはもうごめんだってな。それで俺らと傭兵団を旗揚げしたんだ。直接あいつと話をして確かめるさ。ゼノイラの犬になったかどうか。僕も出撃する。よし、行こう。必ず功績をあげるんだ。僕もそれがいいと思う。任せておけ。行くか。どう出るべきか。向かおう。褒めてもらういい機会だ。ふっとめ。はあ。機関だ。切る。この程度。僕だってやればできるんだ。この力で皆を守りましょう。よし、僕だってこれくらいできるんだ。さて、行くぞ。俺が相手だ。また一歩進めたな。上々です。やったぞ。考えるんだ。よし、やってやるよ。そこだな。いいよ、命令して行ってみるよ。ここだな。命令しろ。おうよ。
潰す。いただきます。加勢いたす。の勝ちだ。任せておけ。しゃあ行くか。指示はまだか。行ってこぞい。いいもん落ちてたぜ。さあ次は。僕に挑むなんていい度胸だね。ぶっ飛げる。男かな。僕の活躍見てくれた？母さん見てたかな。灰になっても知らないからね。まだだ。無意味だ。ぶち抜け。通じる。燃えろ。おのれ。無駄だ。くそ。一瞬。その程度か。まだだ。しよう。のれ。届く。まだだ。回復するぜ。僕だってやればできるんだ。僕をどう使うの？褒めてもらういい機会だ。くっそ、効かんだ。おれ、そこだ。通じる。こんなはずは。この程度。まだだ。終わってねえぞ。褒めてくれてもいいけど。いいよ、命令して。僕もそれがいいと思う。僕に挑むなんていい度胸だね。うわ、貫く。休んだらまだ動けるから。俺に任せな。バカな。遅い。俺が相手だ。覚悟しやがれ。ハズレだ。狙う。バカな。いくらでも来な。ざまあねえな。さて向かおう。どうすんだ。任せとけ。命令しろ。おうよ。制圧完了だ。
一瞬で終わらせてやる。待機ね。じゃあ、制圧した。どう出るべきか。考えるんだ。よし、必ず功績をあげるんだ。いいよ、命令して。指示はまだか。おう、任せておけ。ここだな。ここで待ちかねたぜ。任せとけ。で、命令しろ。覚悟しやがれ。キリキだべ。キリキだ。倒れんぞ。くそ。まだだ。おい。口ほどにもない。指示はまだか。少しはできんのか。続きます。こんなはずは。叩くぞ。しのいでみせよ。無駄だ。無念だ。しゃあ、これが俺の実力だ。どうすんだ。おう、やってやるよ。そこだな。こいつは使えるぞ。命令しろ。おうよ。必ず功績をあげるんだ。いいよ、命令して。僕をどう使うの。制圧だぜ。さあ来い。任せておけ。じゃあ行くか。俺に任せな。
役立てます。待ちかねたぜ。行ってくるぜ。どう出るべきか。行くぞ。ここは俺らのもんだ。俺が相手だ。聞かねえぜ。いい調子だ。よし、考えるんだ。向かおう。やってやるよ。おうよ。どうすんだ。おう。到着した。気にはさせない。どう出るべきか。行くぞ。任せておけ。そこだな。指示はまだか。行ってくるぞ。俺が相手だ。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。よし、命令しろ。しゃあ行くか。どうすんだ。おう。いいよ、命令して。行ってみるよ。やってやるよ。待ちかねたぜ。じゃあ、ついたぜ。好きにはさせない。無駄だぜ。しゃらくせ。このまま行こう。さあ来い。体力の限界だ。着いたぜ。覚悟しやがれ。くそが。この調子だ。おとといきね。命令しろ。おうよ。指示はまだ。任せとけ。うっつぶす。ここでいいんだよな。僕をどう使うの。僕もそれがいいと思う。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。待ちかねたぜ。行ってくるぜ。どうすんだ。
待ちかねたぜ。指示はまだか。ざまねえな。必ず功績をあげるんだ。待ちかねたぜ。おう、制圧完了だ。僕をどう使うの？必ず功績をあげるんだ。うん、使えそうじゃない？いいよ、命令して。僕をどう使うの？僕もそれがいいよ。褒めてもらういい機会だ。かかってこい、反乱軍のザー子どもが。この程度吹っ飛び。はぁ、なんぼるは立てねえ。言いたくないね。言ってよ。信号立てねえ。今の覚えたぜ。お化けだ。通じるか。褒めてくれてもいいけど。どう出るべきか任せておけ。しゃあ行くか。僕に挑むなんていい度胸だね。必ず功績をあげるんだ。うん、少しはできんのか。ブルーノ、お前…すげえな、お前なんだ知らねえって。いただく。なんだ、加勢いたす。そこまで強くなるんだ、俺は。褒めても何も出ねえぞ。俺の勝ちだ。アレイン、あとなあ、一体何があったんだ。お前がゼノイラの旗を掲げたのは何か理由があるんだろう。好きだらけ。試したいことがある。見ていて。なるほどな。ゼノイラ軍と戦ったところまではよく、その後操られてたってことか。やられたらやり返す、それが俺らの流儀だろ。ブルーノ、解放軍で一緒に戦ってくれ。冗談じゃねえ。勝手に団を抜けた奴と組めるかよ。姉子が抜けても俺たちならやれるはずだった。そう、今さらお前の顔なんぞ。ブルーノ、待てよ姉貴、解散って本気なのか。
冗談なんだろ。本気も本気さ、トラビス。三角獣傭兵団、トラビス、あんたも足手まといだ。ついてくるんじゃないよ。姉貴にそう突き放された俺はそのままダンを飛び出ちまった。それでいなくなったってわけかよ。だがそれで残された俺らがどんだけ苦労したと思って。ああそうだな。俺がお前に頼み事なんかで、でも俺はお前とバカやってたあの頃が一番楽しかった。この通りだ。悪かったよブルーノ。待てよ、バカやってたってな、ほとんどお前が言い出しっぺだろ。お前だって結構乗り気だったじゃないか。しゃあねえな、お前のバカに。もう一度守ってやるよ。
ありがたい。ちょっとは楽できるかな。まさかこのコルニアに天使が。パレビア聖教では神の使いとされております。貴様たちは何者だ。私はコルニア王家の騎士ジョセフ。こちらは解放軍を率いておられるアレイン王子です。何か。それにジョセフ殿の名は祖国でも耳にしたことがある。私はパレビア聖教の天翼騎士オクリースというもの。解放軍の方々よ、少し話を聞いてほしい。私はアラン教皇の命により、天のかけらという光る石を扱う各地を巡り、回収した天のかけらを馴染み、その司祭のいるロンモート教会が黒爪盗賊団に占拠されてしまった。私が目を離した隙にだ。すまない、取り乱した。嘆かわしいが、司祭を救おうにも私の部隊だけでは。黒爪盗賊団、ギャメルがいなくてもまだ悪事。とても放っておける状況ではないな。まるで天の助けのようだ。アレイン殿に感謝する。